どうも、カツです。どうも、おお、後ろから、横から聞きましたね。そして、また走り抜けていく。え、もう挨拶した方がいい？挨拶した方がいいよ、お願いしますよ。どうも、サフのドバです。こんにちは。いやー、はい、ぜひ王国やってきたよ。王国やってきたよ。さあ、というわけでね、はい、今回は特にね、考えることもなく、うん、君のこの MR クエストを進めながら、うん、まあ、のびのびやっていきましょう、はい、っていう感じの企画でございます。そういう感じです。で、誰を変わるの？まずね、依頼的には誰行くの？誰を行こうかなってところなんだけど、ま、マスタークラスのね、この M のところの誰、ま、チェックマークはついてんだけど、カニさんまず買っていこうかなって。それは入ってんの？あの、マークセレクトのやつをやらないと進まないんじゃない？だとしたら、ね、あと1個やれば進むんじゃないの？そうだよ、だって1って書いてあったじゃん。そしたらウォッチングのズダノスさんはクリアしてる、クリアしてるけど、じゃあクルルヤックさんにする？クルルヤックさんにしますか。どれがまだやりやすいかわかんないからな。じゃあヤックさんでいいんじゃない？合わせた2体はさすがにちょっと大変そうだし、じゃあヤックさんで。ではこれにしよう。クルルヤックさん、俺の武器でも通用するかな。あ、そうだ、飯食うの忘れた。飯屋さん、飯屋さん、よいしょっと。ちょっとサランゴ、あ、オッケー、サンキュー。あー、鼻が痛い。飯、壊すんかーい。なんか違ったのかな、もしかして。あれが準備できたんだね。うん、行きますか、狩りますか、はい、一狩り行きますか。一狩り行きましょう。さあ行こう。で、誰だっけ、ね、あ、クルリアか、ね、誰だ、すごいな。そ、自分で行って速攻忘れた。 あのディフェンスが硬いやつですか、比較的。岩のあの卵みたいな形で持つやつ。なるほどね。さあ、今超ざっくり言ったけど、だって私は今どれくらい強くなったかな。結構あれからね、いろいろと私も私で個人で強化しましたよ。ほう。私の切れ味の色、最大、かつく今さ、切れ味最大何色？青です。俺紫です。紫があるんですね。上位、最上位、最上位なのか、それで。さあ、あ、カニだ。あ、カニがいる。無視。でもね、MR だからな、マスターランクだからな。GQ じゃないのこれ。え？ GQ ではないの。GQ ではないってことなんだね。そして私は穴に落ちた。お、穴に落ちたですか。うん。穴に落ちて、さまよっています。うん、これ奥の方に行けばいいのかな。クルルヤック。クルルヤックだよ。あー、出た。ここはどこ？おい。う？奥の方行けばいいか。行きましょう。テンションが上がらない。僕は飛び出した。お？あれ、もうスタミナ減ってる。いつの間にか。早い。すぐ減るもんでしょ。ここじゃないのかな、もしかして。あ、いいんじゃん、俺の目の前に。はっ。行くでー。はいよー。ちょっと待って、俺姿がいない。あー、そこで。初めてやった人。こっちか。あれ、でもさっきこっち側走って。イエーイ。あ、ここで見てちゃうのかな、もしかして。え、上にいるの、それとも。俺も戦ってるぞ。待って、迷ってる、俺が。迷ってる間に狩り完了しちゃったらやばいんだけど。そんなことないよ、いくらなんだろう。これ MR なんだから。まあ、さすがにだよね。あー、ごめんよ。俺忘れてたわ。ん？支給箱を取るの忘れたわ。あ、そういえば支給箱あったね。忘れてたわ。いやいや、しょうがないな。これの上かな。どこだ？はよ、来いよ、地図見て。地図見てるんだけど。マジでどこ？わざと死んでやろうか。
いや、本気でどこだ、俺。わざと死んでやろうか、マジで。やめて、本当に場所わかんないんだけど。え、どこや、本当に。この下じゃないんだよね。わざと死にました。え、どこや、本当に。切れた、あー。完全に。モンスターに近づいて、うん、あえて死んだ、今。やべ、ガチ迷いしてるんだけど、俺。呆れてる人。どこや、本当に。こっちの上か、上の方か。あ、やっと出てきたっぽい。やっとの思いで。押せよ。早よ行け。お待たせというか、失礼しました。わざと死んだ。思いっきり空振りするやんか、俺。やっと見つけたよ。すまんね。狩猟本能全開。よいしょ。やっと。オンレイ、外れたよいしょ、開いた。よいしょ。開いてよいしょ。よいしょ。はい、ニアコーラット。ああ、どっち向いてんねん、俺。逆、逆。逆やってたから。どうぞ、友達からね、あの、カツくんのプレイに対して一言見たよ。うん。下手。まあ、否定しないよ。うまくなれ。避けられたよいしょ。そういや、捕獲するやつ持ってこなかったわ。俺あるけど。え、俺はあるけど。あ、そうなのかな。逃げられたよ。行くよ。下だね。よろしくね。今のうち。ポイスは遠いで。いた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 。飯食ってる場合じゃないし。泣くってないのか。怖いねーかー。そうだな。なんか別のものも買ったけど気にすることはない。おいや、なあ、怖いねーかー。ほんで、あー、石、あ、カニ乱入。パツくん、あの、焼きガニにして、はい、俺、焼けないっす、炎ないから。あ、やべ、ダメージ食らっちゃった。待って、カニどこ？おお、カニ乱入してるけど、どこにもいないんだけど。カニどこ？おお、入り口でなんか うようよしてるらしい。カニ、なんだよ、逃げてったよ、そして面白くなるのかよ。せっかくなら乗ってやろうと思ったのに残念。せーの、よいしょ。はい、ダメ数から何の体験使ってるか。またカニの反応あるけど、これデオレイヤーの体験。毒のだから毒になるらしい。これでカニ来た、消えた、カニ消えた。入り口はいる、入り口ってずっとうろうろしてるらしい。せっかくなら一緒に遊ぼうやと思ったけど外れた。あれ、よいしょ、よいしょ、カレー。グハイテー。はい、初見さん、レイズ、オーレイズ。おいて、カレー。オーレイズってよね、カレーじゃなくて。初見さん、レイズって。だったら本当にあんじゃんって。寝ないから周回するんだよって。オーレイズ。おりゃー、いった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 。あ、カニ来たー。え、カニー。あー、どこに、あ、いたー。でかっ、向かってったよ、カニ。乗れるかな、どっちかに。どっち乗った俺。カニですね、カニですね。危な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 。
これがカニの味の食べておみになんて言ってね。はん、アホボケかす。こんなどれだバケモン食えるかい中天に。あ、だっておのれが食うてみて、いやいやどうやねんって。ちょっと陛下なんで飾りになってきてね。タラバガニの甲羅焼きでございます。カニー決まりました。おー、素晴らしい。おらぁ、おいしいところもらっていくぜ、俺は。カニさんがちょっとかぶってる。カニ邪魔、あの、カニさんかぶってます。あ、起き上がっちゃったじゃんよ。よいしょ。カニーよいしょ。せーの。カニーあー、痛ーい。おいしい。痛い。でも、実際問題ね。うん。そんなカニ好きじゃないんだ。そうなの。お手は割と好みだが、おらえ、でもお前寿司でカニ食べる？割と食べるよ。俺卵、うん、さ、マグロ派だから。マグロも食べるけど、もちろん。あー、誰もいないのに。本当ね、友達とみんなで、ね、こうお寿司屋とか行ってないんだけどさ、うん、友達が魚嫌いだから行けないんだよ。お寿司屋さん魚 だけじゃないからね、それでも。だからそう、友達納豆巻きとか好きだもんね。まあ、死んじゃうこのタイミングで、おで、あ、気絶してるか、最悪やん。ああ。無理だけはしてね。あ、死にかけじゃん、おで。危ない、危ない。逃げたよ。さあ、とどめを刺しに行こう。殺す。え、捕まるんじゃなくて？捕まえるけど、もちろん。じゃあ、自分で捕まえて。まあ、捕まえるもの持ってないんだけどね、だから殺すしか言えないんだけどね。殺すて、殺す、うん、いや、よし、じゃあ捕まえ、俺の足を舐めたら捕まえてやってもいいぞ。おらー、おらなんかもう刃向けてるんじゃないかもね、いきなり。今のは何、ふざけんじゃねえって、お前の足研ぎずにタイミングが、あ、またか。あの、すいません、今の俺の渾身のボケに対して、なんか、あんまりこの返しがないと、ちょっと逆に気持ち悪いんですけど、できればもうちょっと真面目に返して、あのね、切れてくれ。スパッと。あ、切れ味なくなった。おい、なんかもう、すべての言い返しがひどいぞ。なんて言ったか、お前聞こえてた？な、足舐めたとかの言わなかったか、お前。言ったよ。それに対して、蹴り味なくなったってのが、なんか腹立つからな。誰が舐めるかとか言ってほしいのに。若干気持ち悪い、なんか、言い回しが来たような気がするんだが。さて、弱いマーク。弱ってきた、おいや、お前の足は舐めないと。舐めません。あ、違う、間違えた。俺が今爆弾発言したんだけど、俺がお前の足を舐めんの？よいしょ。それ嫌やわ。おう、かわされた。やだやだ。よいしょ。よいしょ。10万払うって言われても絶対舐めないと思う。100万だったら、わかるかも。それは勝手に古畑の水風呂とあれだよね。これは全部私の宝物なんですって。10万円払うって言っても私が100万だったら、100万だったら考えるかもしれませんって。はい、終わった。おい、早くハゲよ。間違えた、間違えた。クズズヤック、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 なんか切られた。さっき切り倒したからか。グハいた。ああ、じゃあやりたい、やりたい。待て、これでワンバード終わり。でもそういう形ですよ、今回のやり方は。今回動画なんもないよね。
いいのか、マイリ情報で。じゃあ、一個だけ勝つくんのとんでもない話暴露していい？は？だって何もないんだもん、このままだと。カリス、なんか光ってる。あ、光ってる、お前！何これ、何これ、幻聴竜だもん。こっちでよ。え？こっちでよ、その光る報酬。何これ。何、お前、しれっと美味しいもんもらってんだよ。なんか激レアもらった。なんか激レアもらった。なんか激レアもらった。ああ皆さん分かりましたが、これがカツくんです。美味しいとこだけもらってっちゃった。本当に。踊れ。さあ、というわけで。うん。次の物語進むんではないのか、これで。そうだね。船で移動。はい。貴殿に大いなる関係がある話ゆえ、来てもらった。カムラの里についてだ。カムラの里は、未だ百竜夜行の完全な収束には至っていないが、貴殿の活躍により、沈静化しつつある。そこで、里長殿からご提案をいただき、この度、エルガドとカムラの里で、さらに連携を深めることになった。しかしながら、現在、密林において、四つ身ワードルが暴れているらしくてね。そのせいで、エルガドと里の従来が難しくなっているんだ。だそうだ。そうか。じゃ、それを借りに行くんだね、これから。そこで、騎士を派遣して倒そうとしたところ、里長殿から、こういう時こそ、高き炎の出番とのご推薦があってね。というわけで、里長殿の信頼厚い貴殿にお任せするよ。チェッチェ姫からクエストを受けてくれるかい？いいとも。受けさせていただきます。あ、なんで？あ、ごめん、スリープにしちゃった。すいません。というわけで、こんすげ話が進んでいく形になってくるのかな、これで。またあの、ごめん、今リアルに振り向いたらスイッチがスリープになってた。でも俺のこのままの状態で進めるのかな。まあ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 、いけるだけやってみましょう。というわけで、はい、次回、次回、決戦、四つ目ワード、決戦ではないよな。うん。試練、四つ目ワードか。そうですね、試練、四つ目ワード。さあ、俺はどんだけできるのか。ということでね、こうご期待ということで、こう次回まで。というわけで、さようならー。最後までまとめていいや。じゃあねー。バイバイ。